そうなんだ、幻想郷でもいろいろあったんだな。ああ、それよりお前たちの成長ぶりに驚いた。一体どんな訓練したんだよ。はは、わかる通り地獄を毎日見てただけだよ。でもそれは俺たちが望んだ地獄、弱いままではダメなんだってみんな痛感してるからね、今はなおのこと。そうか、俺もずっとそう考えてるけどうまくいかないことだらけだっていうのに。同じだよ、俺だってうまくいかないことばかりさ、だからこそ毎日頑張れるんだ。お前は変わらないな。敵であった時は別次元のやつになったかと思ったけどな。はは、でもそれは要もだよ、大川を幸せにしてやれよ。もちろんだ。お互い1年前と違って変わったよね。幻想郷の大会で戦って、冥界で一緒に戦って、その後救われて、それから1年は互いに大切な人たちができて、そして、今1年の時を経て、こうやって世界大会前日に話してる。人の因果っていうのは不思議なものだな、本当。だが俺はお前がきっかけで変わることができた。昔も言ったがお前は俺にとってヒーローなんだよ。だから明日からの大会、下手な試合をするなよ。俺たちだって、幻想郷の奴らだってお前の成長を心から楽しみにしてるんだからよ。そうか、なら頑張らないとな。戻ろうぜ、明日、互いにベストを尽くそう。ああ、互いに頑張ろうな、カナメ。さて、準備はできた、ハク。うん、問題。ないよ。ハク、昨日の夜からずっとこれだね。うん、緊張で。ドキドキが。もともとハクは人に見られるのはそこまで好きじゃないからね。うん。戦いに集中できたら、大丈夫なんだけど。なら落ち着くまでこうやってたらいいよ。ハクもその方が落ち着くでしょ。うん。何やってるの、朝から。緊張をほぐすためなんだって。ハクはわかるけどカナとソフィアちゃんは絶対に違うでしょ。うん、私は面白そうだったから。私は単純に落ち着くから。なら変わりなさいよ。なんか私だけやってないの不公平だわ。早い者勝ちだからだね。むしり。大会当日だっていうのに。元気だな。おはようございます。遅れてすいません。わあ、朝からすごく元気ですね。ご主人。移動中は私をそばに置いてくださいね。マリアちゃん抜かりない。さて、ネルたちは先に観客席を確保しに行ったし、とりあえずこれで全員だな。それじゃあみんな、聞いてくれ。この一年、この大会に向けてずっと過酷な特訓を続けてきた。相手は決して弱くない。むしろ格上しかいない。そんな世界だ。あとは自分を信じて戦い切るのみ、加藤、そして絶対に優勝しよう。全力で戦うよ、それは加藤のためでもあるし、自分の力の証明のためでもあるからね。うん、それにもう守られるだけの存在ではいたくない、それを証明する場所なんだ。みんな並大抵の覚悟では来てないよ、全員が強い思いがある、それらを押しのけて勝つ、その覚悟はある。当然よ、私たちだって遊びじゃない、だからこそ全員倒して頂点に立つ。皆さんは本当にこの1年頑張りました。だからこそ最後の最後まで自分を信じて戦い抜いてください。最初から波乱はあった。だけどここから先はもっと過酷な戦いになる。誰かが勝つということは誰かが負ける。今この場にいるみんなもいつか負ける。でもそんな中俺は最後まで戦場で立つ。それが覚悟なんだ。行くぞ、みんな。世界の舞台へ。世界の皆様、ごきげんよう。私は WCG での司会を務めるシェーン・バイスと申します。お見知りおきを。本日行われるのは、32リーグの予選をくぐり抜けた猛者、そしてその猛者たち全員が戦うトーナメントの初戦。さあ、今年度は誰が勝ち上がり、誰が優勝するのか、最初から最後まで目が離せません。おっと、選手が数名到着したようなのでモニターを変えて、ピックアップしていきましょう。まず到着したのは今大会の優勝候補、福読み発行筆頭の地球防衛軍の隊長たちです。全員が優勝の可能性がある世界でのトップクラスの実力者です。そして本戦に出場する地球防衛軍の副隊長たちも到着しました。私も含め、ほとんどの選手がベスト8からベスト16、10連の猛者、今年度は隊長たちを倒してベスト4以上に行く選手が現れるのか期待が高まりますね。そして大会で忘れていけないのがこの3人、実力は先ほど説明した隊長たちと同クラス。その中でも有名なのが、リオ選手、過去にどの準優勝の実績を持つ彼女が今年度は2年ぶりの復帰、今年度はどのような戦いを見せてくれるのか。そして私個人が今回リスペクトしている今大会のダークホース。予選を見る限りでは実力はおそらく私たちと同等、もしくは隊長クラスの駒
石化よ。随分仲間が増えたんだな。すごくたくましくなりましたね、うつ主さん。これは楽しみね。あ、大花と要とろかだわ。ということは後ろにいるのが大花たちの母親なんだな。みんな予選通過しててよかったわ。あ、鉄火もいるわね。当然っちゃ当然かしらね。あれ、なんか随分雰囲気変わったわね。みんな成長してるんですね。ヨウムは半人半霊だものね。あ、私だって成長してますよ。そして各自予選で見せた実力者たち、どのような活躍を見せてくれるか楽しみです。それでは30分後に1回戦第1試合を開始します。選手の方は準備をお願いします。本戦でも変わらず圧倒的実力で瞬殺。さすがは世界最強、並大抵の相手では全く相手にならない。1回戦第1試合勝者、つくよみ発行。さすがつくよみさん、すごいな。そういえばパトが他の選手の試合見るの初めてね。体調は皆このレベルよ。一応メディアが録画した動画は見たけど、実際見ると全然感じるものが違ってくるね。本当レベルが高い。これは本当に覚悟しておかないとな。それでさ、君たちは何をやってるのかな。チアガールだよ。ミニスカを凝視している主様。バッハ、別にしてないし。応援は任せておいて主様。一生懸命応援するからね。ファイトー。これ、どうしたらいいの。エテルちゃん、こうやってポンポンを振るんだよ。フレイ、フレイ、主様。フレイ、フレイ、主様。ああ、頑張るねー。ふふ、やはり効果抜群だったみたいだな。本当、みんな応援してくれるとお兄さんも気合が入るというものですねー。鼻血吹きなさいよ。試合前からダメージ受けてんじゃないわよ。ただいまから1回戦第2試合を始めます。選手の方は入り口にスタンバイお願いします。まずは副隊長の一人、ヘルナカ、どんな能力者か、しっかり見ておかないとね。彼女のせいでカッコつかないわよ。来たな。この時が、相手は地球防衛軍のヘルナ、人気連時代から知っていた。絶対に手を出すなと言われていた要注意人物だったやつだ。昔の俺ならその通りにしてたんだろうけどな。ここで実力を認めさせねえと、東野の旦那に恩返しできねえからな。俺の目標のために倒すぜ。最初に現れたのは東郷修選手です。予選で滅ぼす選手へ撃破し、本戦に初出場。爆発を操る彼はヘルナ選手相手にどう戦うのか、楽しみです。そしてヘルナ選手も入場。ヘルナ選手は第1回から第4回まで全てベスト16。間違いなく世界上位クラスの実力者です。あまたの呪術や妖術を扱う彼女、修選手にどのような術で対抗するのか。それでは1回戦第2試合、ヘルナ選手対修選手の試合を開始します。はじめー。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか。くれましたか。気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。